上村隆は、日本の政治家、京都府京田辺市長、元京都府議会議員、元京田辺市議会議員、京都府鈴木郡田辺町生まれ、田辺町立大隅小学校、田辺町立大隅中学校、同志社香里高等学校卒業。1995年3月、同志社大学法学部政治家卒業。1998年3月、 同大学院総合政策科学研究科修士、家庭修了。1999年4月、京田辺市議会議員に初当選。2003年4月、京都府議会議員選挙に民主党公認で立候補し初当選。2011年に参戦。2015年4月26日執行の京田辺市長選挙に立候補するも、現職の石井明さんに四4 2票の僅差で、 破れる。当日有権者数、五万九百七十一人、最終投票率、四十八点五七パーセント。二千十九年四月二十一日執行の市長選に連合京都の支持を受けて、立候補。自民党、公明党の推薦を受けた元不義の大型県を破り、初当選を果たした。四月三十日、就任。当日有権者数、五万四千七百四人最終。 投票率53.64%ありがとうございます。